はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回はバトルフィールドハードライン DLC 第2弾、ロベリーだっけな、これをやっていこう。追加武器とかがいろいろ来て、なんかバリエーションが豊富になった。 F2000 があったから F2000 使ってみよう。で、まあ DLC 第1弾同様、国内サーバーが全然ないので、これは US ウエスト、まあ、アメリカの方のサーバーかな。多分回線はそんなに悪くないところをチョイスしたので、頑張っていこう。さて、まあ正直なこと言うと、全然ハードラインをプレイしていなかったな。ここはミュージアムだったっけ。なかなか狭いな。どこ攻めていけばいいんだろう。 F2000 にはまだこれアイアンサイトで、なんだこれアイアンサイトというか F2000 の特別なサイトがあるのか。あとフラッシュライトがついてるぐらい。あ、でもアメリカサーバーでも回線全然悪くないな。これならいける。もうね、ハードラインはね、 DLC 来た時ぐらいしか遊んでないな。待って、回復キット、ここに救急キットだ。こっちは動けない。敵がいるな。グレネード、ガスマスクをしてるから大丈夫だぞ。いるな。こっちから攻めてみようか。ちょっとここまだ初見だから構造全然わかんないや。仲間にぶつかんないようにしよう。よし、敵いない。氷点をホイホイ取っていこう。こっちにも弾薬。 SS スキル獲得。来ない。ナイトミュージアムみたいな、なんかナイトミュージアムが彷彿するマップだな。マップなんかほとんど拠点取れてんな。抵抗行こう。なんか本当に広めのマップが DLC でも追加されなくて、 SMG がね推奨されそうなマップばっかりなんだけどな。熱い。あ、痛い痛い。あ、よし、もう一人いる。見えない、近すぎて見えない。倒した。あ、痛い。勇気とか出せない。いけるかこれは。反動はそこそこあるけど強いな、やっぱ F2000 は。 BF4 では結構アンロックが厳しいものな武器なんだけど。奴は始末したぞ。勝利グレネードだ。まだ来る？味方がやられた。倒した。回復に戻ろう。オペレーターゴールド。デルタ行こう。分隊命令が来た。ここ開くのか？開く。恐竜の化石が飾ってある。俺動き出さないかな動き出したらもう完全にナイトミュージアムだな。ダイヤモンド展示。これはどこだ。倒した。あ、まだいる。倒した。よし。お、まだ一回も死んでないぞ。これでデルタをゲット。追加武器が多いからね、これは結構遊べる DLC なんじゃないだろうか。正直 DLC 第1弾の追加武器全然強くなかったからブラボー入ろうか。いたぞ今。あれいない。ここ広いな。ここすげえ開けてる。あー、やられた。 MDC なんて武器もある。戦士系だからこれは長くなりそうだ。分隊はしようかな。ちょっと待ってよ。グレネードは相変わらずね、爆発範囲が広いからね。この辺どうさ。おお、当たった。うん、厳しい。やられた。キル確定アシスト。別の拠点
全部取れてるな。アルファに入ってきたぞ。ブラボーが中心だから広いのか。ブラボーが騎士よ。え、ブラボーどこだ。あ、違う。味方がやられてる。このマップは多分アイアンサイトとかがいいんだろうな。よし。うわ、撃ってきた。上にいるな。味方がやった。当たんない。当たんない。よし。リコイルは真上、結構真上に行くからヘッドに当てやすいな。グレネード。さあ上に上がっていこうか。じゃあこんなところをね、戦場にしちゃっていいのか。おっ、やられた。おい、なかなか斬新な死体だな。さて、ブラボ防衛出てるけど、ちょっとチャーリーに行かせてもらおう。はい、敵いるよ。勝手アシスト。グレネード。あ、火が飛んできた。戻ろう。アルファ行こうか。アシスト。まだいる。グレネード来た。グレネードは本当にね、範囲が広いからね、危ないんだよな。どうした。救急キットを受け取れ。アルファ入ろうか。面白い。面白いぞこれは。ただね、もう仮想はね、すごいことになってて、PC 版やコンシューマー版ともにセールしょっちゅうやってるんだよな。DLC の半額とかもやってるし。アシスト。リロードはしっかりして。ブラボー取られたぞ。倒した。どこにいる。真下にいるんだな、これ。お邪魔します。ダメだった。スコーピオンなんて武器もあったっけ。相当追加されてるなこれ。ちょっとサイトをいじろうかな。アイアンサイト系はないだろうか。あ、てか今アイアンサイトか。これがアイアンサイトか。とりあえずいいか。この人は消してこう取っちまおう。フラグ。オーケー、片付いたぜ。あとは守るだけだ。どうした。威力高い。後ろから来た。さあこの人を脇してデルタを取ろうか。湧いた。デルタはどこだ。これ上か。グレネード投げるところ。味方がいる。入れるかこれ。入れた。例えば BA4 のアップデートってなんか次回の秋パッチでこのハードラインでいいなって思っているこの拠点が噛める範囲、マップに表示されている拠点が噛める範囲と似たようなものがどうも BA4 に逆輸入されるという情報を見たな。え？今のリスポンは知らない。これエレベーターか。ガスは効かないぞ。そこにいるのね。あ、掃除しちゃった。下行った。ブラボー行こうか。分隊命令指示に従おう。あ、上にいる方が強いんじゃないか。見えないな。いや、やった。ブラボーの範囲は広いな。
これでブラボーゲット。救急キットを受け取れ。救急キットがあるぞ。ロードしてフォークゲット。そっちにいる。救急キット味方やった。エコー行こう。救急キットのプレゼントだ。エスカレーター登って、そこにいる？いない？ん？いる？味方やられた。あれ？やった？ケースを遠い。ちょっと待って、リロードして入れるか。あー当たんない。アタッチメントをもっとアンロックしたいな。この分体分けるか。死ぬかな。開いてみよう。いけるな。こっちから来てる。グレネード。ダメか。待ってるな、これは。いや、いけるか。待ってない。もう一人。よし、リロードして、グッドハンドガン。じゃあ誰もいない。向こうはアルファ。アルファ行こう。こんな貴重なものがたくさん飾られてる博物館でこんなドンパチやるなんて。あれ、ここ光ってなかったっけ。さっきやられた。あ、チャーリー点滅。ブラボーにいる味方から湧こうかな。味方から湧いて、こっちに一人。そこにいるぞ。嘘、倒せない。この人強いな。 MDC って武器なんだろう。これ公平の武器かな。アルファ湧きしよう。アルファ湧きして、これどこだ。迷うな、どこを歩いてるのかがよくわかんない。これ上か。上にいるのか。こっちはブラボー。どっか別の上に上がる道は、これエレベーター。上行こう。今敵が見えた。めっちゃいる。フラグ、こういう時はフラグだ。ダメか。いない。チャーリーに入ろう。救急キットだ。やつら動けなくしてやったぜ。いるな、これは。さあ、だとじわじわ行くぞ。救急キット置いとくぞ。入った。グレネード、やばい。あチケットが300枚ぐらい差がついた。とりあえず分体分けして、チャーリーを取ろう。チャーリーゲット。エコー指示。こちら側からちょっとリスポーンがね、さっきみたいに不規則にされたら一瞬でやられるから怖いな。エコ入った。いないな、誰も。いる？いる。ここに救急キットあるぞ。レネード。おい、やつらを出すために。後ろに来てるか。救急キット置いた。
当たんね、キル確定アシスト。おい、救急キットがあるぞ。よし、デルタダイヤモンド展示。味方やられたぞ。やれた。いて、右から来てる。 MDC が本当に気になるな。全然敵倒してない。じゃあデルタに負けどんどん味方取っていくな。拠点さすが。救急キットだ。デルタをゲット。さあチャーリーかな今度は。下にはいない。ブラボ点滅。やろうとも、あの島を奪い返すんだ。あっちにいる。サーズを見つけたぞ。ロードして。まだいるかねえ。チャーリーに行こう。ガー倒せない。あれ柄が違う。スコーピオン。装備、あ、アイアンサイド、お、いろいろ出た。これはじゃあコブラにしよう。コブラ装備。あ、まずいかも。危ない。回復しよう。無理だな。ぐるっと回っていけないか。味方がやった。エコ行こうか。こちら上か。高低差がね、分かんないな。これエレベーターか。エスカレーターっけない。よし、やられるよな。アーマスか。 MP7 が何でか突撃兵の武器にあったな。お、いいところにいる。この人は騎士よ。これ裏から入れるか。いけるか。ゲル、ゲタ。あ、もう終わる。倒した。グレネードを置いとこう。弾薬をもっとよこせ。ね。ゲット、よし。ブラボーか。ブラボーへ行こう。こっちに一人いたぞ今。どうした。コブラの方がやっぱりやってやすいな。味方がナイス。え、上にいるぞ。よし、え、ゲット。うっ、ランチャーいたぞ。仲間やった。エレベーターだらけだな。ん、開いただけ。チャーリー入ろう。これ来るだろう。来ない。来るだろう。が来るのに分かってるのに勝てない。あ、チケットはもう5枚。チャリ沸きして、はい、終わった。発祥かな。というわけで、DLC BF ハードライン DLC 第2弾ロベリー、追加マップ4つと、あと追加武器が結構あるからもっとたくさんやっていこうかな。とりあえずじゃあ今回は
海外サーバーだけどこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。